こんばんは、モルゲンです。皆様は不在のユリという概念をご存知でしょうか。人間の存在しない風景にユリを感じるという情緒のことなのですが、この不在のユリという単語の初出は2018年に公開されたライトノベル作家宮沢いおりさんのインタビュー記事です。例えばこの風景、私にとってこれは先輩のことが好きなんだけど告白しようか迷っている親友の背中を押して見送った後に一人取り残されて泣いている女子高生の不在のユリ。こちらはなぎなた部の試合後疲れ切って寝てしまった後輩とその頭が肩に寄りかかってきて距離の近さにどぎもぎしてしまう部長の不在のユリです。このように風景の中に起こったであろうユリっぽい何かを感じるという概念が不在のユリです。ただこう、さっきのインタビュー記事で宮沢いおりさんが不在のユリとして例に挙げられたものはいずれも人気のない寂れた空間にかつてそこにあったかもしれないユリをほのかに感じることというようなニュアンスで述べられていて、私が先ほど紹介したようなものとかこれから紹介していくものはかなりこう限定的な細かいシチュエーションだったり具体的な設定をこう付与していくっていうものになるので、不在のユリとは少し解釈が違うようにも思います。ですがこう人物不在の風景からユリのような関係性を感じるということには変わりないので、不在のユリという言葉を使わせていただきたく思います。私はこう街に出たら出会えるようなより身近で解像度の高い具体的な風景から不在のユリを感じて、さらにその先を想像するというスタンスでこれから妄想を語ってまいります。ユリというのはこう定義するのが難しくて、ユリ好きはこうそれぞれの心にそれぞれのユリを抱えているのでかなり、ちょっと難しい動画にはなってしまうと思うんですが、行こう、もう行こう出かけましょう。私は2年ほど前にこの不在のユリという概念を知って以来、街の至るところに不在の人間の関係性を見出す楽しみだけを糧に生きてきました。不在のユリを知る前にある日突然有線のイヤホンにこれユリかもって感じたことがあって、そういう無機物に対してこう情緒を感じるっていう、情緒というよりももはや2人の人間の関係性を感じるっていう経験がなんとなくあったので、不在のユリ概念はかなりすんなりと自分の中に入ってきたように思います。趣味として物語とか文章をよく私は書くんですけど、街の人々から聞こえる会話とか実際に見た出来事からヒントを得るっていう創作手法はと一般的なような気がするんですが、風景に架空の人物同士の関係性を見てそこから物語をゼロから生む制作っていうのは、なんかオタク的というかフェティッシュというか、人間をこうかなり深く描写したり解像度の高い入り組んだ関係性が好きな現代的なオタク文化と非常に親しみのあるもののようにも思いますね。これはいい階段ですね。過去のユリを感じますね。なんか陸上部のエースとクールな院長キャラの幼馴染同士がかつて遊んでいた公園ですね。これはこちらの店先なんかはすごく不在の NL を感じました。なんかある日突然こう不在の男女の関係性と不在のユリの風景がめちゃめちゃ明確にこう区別できるようになった日があって、でもすっごい本当感覚の問題なので議論とかがなくて、でも全体的な傾向としては赤い自動販売機はちょっと男女チックな関係性で、青い自動販売機はユリが見えてくることが多いです。なんでや。個人的にはこう地下鉄の方がよりユリを感じやすいですね。丸の内線なんか特に、この座れる場所がこう4つある中でどこに2人を座らせるかっていうのは問題で、左の2つなのか右の2つなのか真ん中の2つなのか両端の2つなのか、これ1時間語れるぜ。これはなんか他の車両にはめちゃめちゃ人いるのに私の車両だけ私しかいなくて、うえーってなってる。これは私は女子高生の生足が見えますね。ダメだ、これなんか言い方が良くない、違う、これは本当にいわゆるモブ視点と言われるものかもしれませんね。ここ画面の端っこの方に例えばの2人の人物の足がちょっと映っていて、私はモブはこうそれを見つめてるわけではないけど視界には入ってるみたいな、だから話は聞いてるのかもしれないですね。こうなんでしょうね、登場人物たちをこう覗いているような感覚にさせる構図っていうのは、私がめちゃめちゃ好きなアニメーション映画のリズと青い鳥
に結構多用されているんですけれども、一番初めに紹介させていただいた宮沢伊織さんのインタビュー記事にもリズと青い鳥は登場していて、宮沢さんのご表現をお借りすると、緊迫感とか緊張感のあるような構図って言われることが多いんですよ。絶妙な距離感でそこにいる2人を見つめているような、見てはいけないものを見てしまっているかのような感覚にさせる微妙な距離感っていうものがあるので、不在のよりにもこの距離感というものは大切なのかもしれませんね。本当に最近ですね、11月の中旬ぐらいに出た山田直子さんのインタビュー記事で、そのリズと青い鳥に関してかなりこうガールズラブものにだと受け止める視聴者がこう多いという中で、山田直子さんはこうある性的思考をこう表現したというよりかは思春期を表現した、登場人物たちがこれから成長して将来どんな相手と恋に落ちるか、どのように成長していくかっていうのは私には今は何も説明することができないからというようなことを述べられていて、これはもう本当にね、まさに資源だと思いました。ユリを創作するものをこう端くれとして かなり心にきましたね。クラゲ大好きですね。クラゲも好きだし、クラゲのことが好きな人も好きです。なんかもうでけえ水槽があったんですけども、そこはね、ほんと物語がもう出てきてしまったらね、 どうぞご覧ください。なんかこのソファーの構造かなりいいですね。ちょっと段差がついていて、何かすごい何かの創作において効果的に使えそうですね。ビジュアル的には女と女が背中合わせで座ってるっていう構図がかなり好きで、まあどちらか一方が相手のことを見ていたとしても、目線は合わないユリっていうのが好きで、伝わる方にはめちゃ伝わってると思う今。ここもいますね、いますね。弾むスキップの勢いで楽しそうに階段を降りるハーフツインと、呆れた顔をしながらもハーフツインの見ていないところで口角は上がっているボブの女。これはペンギンの水槽の前にあるちょっとステップになってるところなんですけど、あーここは座ってますよ、失恋した女が。あの日の水族館での思い出、彼女の好きだったところ、髪、匂い、言葉を思い出してペンギンを見ながら泣く女。普通に悲しくなってきましたね。お、これはかなりいいですね。かなりデフォルメされた身長差のカップルが見えますな。やっぱり水族館はかなりこう見えてきやすいですね。私個人的にはすごい市場のある関係性よりっていうか、こう何でしょう、芸術的な部分をこうユリの創作において求めてしまう部分があるので、そういった意味でこう美術館とか水族館っていうのはかなり親和性があるのかもしれません。例えば東京タワーが男女の関係性を表しているとしたら、東京スカイツリーはユリのような気がしますね。何言ってるのか分かんないですけどね。ここめっちゃ見えてきそうなのに何も見えてこないや。なんでやろ。これは私がこう西ヶ崎のコンテンツとか文学フリマとかコミケの影響をめちゃめちゃ受けているだけなのかもしれないですけど、ゆりかもめはかなりゆりを感じます。お台場で降りてみました。これだ、何か見つけたみたいですね。じゃーん、こちらの風景です。私はこれはかなりかなり上質なユリを感じました。ちょっとね、遠すぎてなんかこう何かシチュエーションが浮かんでくるというタイプの不在のユリではないんですけれども、ああいう
やつってなんか祈りに似た何かを感じます。天空に開かれているという意味で。こちら勝利のスタバですね。天球ですって。こちらこそが天球ですね。ありがとうございます。ここは OL のゆりですね。 OL の OL だ OL だ。という声が聞こえてきましたね。いやね、せっかくなんで吉祥寺の井の頭公園で見つけた不在塗りなんですけど、ここはなんかもうユリというかガールズラブというかもうキスしてますね。ユリを感じる。本当ですか。まあ温かいよ。気持ち悪い。行くね。居心地いいですよ。ほんま、うん、いやちょっとダイバーシティの中楽しすぎて夜でした。ドラえもんの未来デパートっていうのが中にあって、もうめっちゃ良かったっすね。グッズ全部可愛いな。ずっと欲しいなって思ってたマスノコウイチさんのドラえもん短歌をやっと買いました。マジで嬉しい。皆さんもぜひ不在のゆり見つけてみてくれよな。